見れた、よかった、嬉しい。はじめまして、ショールームではじめまして。おでこ出してんのよかった、嬉しい。わ、アイスいっぱい。え、今日今なんかアイスのイベントやってんの？アイスがいっぱい。今ね、ホワイトボード書いてて。綺麗すぎ、ありがとう。今日はちょっと髪の毛がボサボサだったのでまとめてみました。ひなもさっきアイス食べちゃったんだよね。そう、食べちゃった。何アイス、なんかね、チョコのアイス食べた。今日は大人っぽいコーデです。玉龍さん、何これ、マグロ。ありがとう。8月の握手会楽しみ、嬉しい。雨降ってた。そう、ひなもね、めっちゃ1時間ぐらい散歩してたんだけど、散歩してたらさ、いきなり雨降ってきて、雨に打たれました。そう、ゆいちとジョジョ園、何の話。それは一体何の話や。今日の服はね、あ、ぼぼぼ、こんな感じ、おしゃれでしょ。おしゃれ服、大人っぽい服。こんばんは、浦島さん、こんばんは、はじめまして。トナップ、そうね、聞いて、これはね、あの韓国でアズとお揃いで買った月のネックレス。初めてコヒちゃんと喋れるから、6月が待ち遠しい。もう少しだね、やった。はじめましてでお話ししましょう。コヒちゃんがアイスと言われて思いつくのはパルムさん。パルムが最近好きです。いたず隊長さん、くまさん、ありがとうございます。そう、わずとお揃いなの。下ゆさん、これマグロ、ありがとう。アンコーヒーで券取らせていただけます、嬉しいね。かえりちゃんとカラオケ配信したいね。スタイルいいかな、ひな。あんまりね、スタイルいいかな。コシちゃんのパルム、そう、私の食べ方はチョコをまず剥がしてから食べます。チョコだけ先に食べちゃう。スタイルいいって嬉しい。そう、自分さ、なんか今まで学校とかではめっちゃ小さい扱いされてたの。なんか友達が大きい子が多くて、だからチビってめっちゃ言われてたんだけど、18期として加入してからでかくて自分が思ってたよりでかいことに気づいて、そう。お、前は当たり前だった手袋なしの握手会が始まるの。そうなんですよ、次のシングルからこの握手会、間違えた、この手で握手します。今までは白い布の手袋、布っていうか、なんかサテンっぽい生地の手袋をつけてたんですけど、この手で握手することに なりました。皆さん、嬉しいんですか、皆さん。これお、ハートいっぱいありがとうございます。アサディさん、コシちゃんって K-POP アイドル、それめっちゃ日本人よ。もういろんな意見があるんだね。緊張するって、でひなも緊張するんだよね。実は17期と並ぶと18期みんな身長、そうなの、本当にね、一人入っただけでもめっちゃ高く感じる。お、64枚目も券取って嬉しい。そうね、手袋なくなるんだけど、緊張してるのは皆さんだけじゃないんです、マジで。こっちも緊張するよ、大丈夫かな、やって。
手大丈夫かな。なんか変な手、めっちゃね末端冷え性だから冷たいんですよ。冷たって言われるぐらい冷たくて、氷の女王かってなんか言われたんですけど、友達にこの間かすみのこともいきなり触ったらめっちゃ冷たいって言われて、そう末端冷え性がやばいから冷たくてびっくりされるかも。でも会場が暑かったら分かんないけど、今も冷たいです。ちなみにめっちゃ冷たい。そうなの、めっちゃ冷たいので、もし冷たかったら、あ、冷えてるんだなと思ってください。なるべく朝スープ飲んでいくね、体温めて。めっちゃ冷え性なんですよ私、北海道の子なのに冷え性。そうなんです。生姜、確かに生姜あんまり口にしないから食べてみようかな。手が冷たい人は心が温かい、ね、それめっちゃ聞くけど、私心温かいのかな、実はもしかしたら温かいのかもしれないね。そう信じておきます。足の先とかも冷たいからね、なんか本当に指の先足の先がめっちゃ冷たい。そう、例えば歌唱力のさ、予選の収録してからショールームってしたっけ、してないかな。コーヒーを見ると心が温まる、嬉しい。実は雪出せありのーってできるかな。もしかしたら出るかもしれません。5月15日以来ということは18に収録したので、それ以来はしてないですね。してないみたいですね。そう、収録してきました。コーヒーの笑顔を見れて心が温まって、そんな嬉しい。だから今日めっちゃなんか首って感じだね、ここが空いてるから。首がすごい、首っていう主張が、首。そっか、公演復帰日にやったんだ。そうだそうだ。あ、タクトさん、あ、当たり、パチ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 、当たりやん。当たり出たらこれ何人なんだろう、すごい。そう、歌ってきましたよ。私ね、実は最後で、一番最後だったんです、その日の収録の最後まで一人で待って、めっちゃ緊張したよ本当に。久しぶりの公演の次の日、筋肉痛やばくて、本当にやばくて動けなかったです。ずっとベッドの上にいました私。そう、鳥だったの、あのその日の収録のね。そう、めっちゃ緊張して一人で待って、なんかね、次々に行った感じだったんだけど、私ゆなちゃんと同じ時間で、ゆなちゃんが行って私が行ってみたいな。そう、最後めっちゃ緊張して、待ち時間もその分多くてすごい緊張したんですよ。鳥感触、でもこれってやっぱあの難しいとこですよね。やっぱ歌のね、うまさとかって人間がこう測ると、やっぱ好き嫌いとか響く響かないって人によると思うので、わかんないですけど、響いてくれたら嬉しいなって思います。この椅子結構言いすぎじゃない。そう、29と30どちらかに放送されるということで、でもめちゃめちゃね、あの気持ち込めて歌いました。なんか今までソロ歌唱って2回3回ぐらいしかしてないんですけど、その時は緊張して声が出なかったんですけど、あんまり緊張せずに歌えて嬉しかったです。何の曲歌ったの、ちょっと内緒にしときます。内緒。
出るまで内緒にしとく予想してみんな、なんでしょうなんでしょう。1時間ずっと歌ってました。だから最後の方ちょっと声枯れてたでもね、なんかあのプロデューサーさんとかが知ってくださってて、スパイシーセッションズ見てくれてるんだよねって言ってくださって、うわ知ってくださってて嬉しいってなりました。こんばんは、こんばんは。アイスいっぱい来て嬉しい。ね、公式発表されるまでお待ちくださいお待ちくださいね出させてください。いやいやいや、まだそこまでのレベルじゃないので私は中級期公演でこしちゃんのこと名指しで感謝されてました、ありがとう。見ました。私も配信で見てたんですけど、かえりちゃんがね私の名前出してくださってくださってくれてて嬉しかったです、ね、嬉しかった。そんな何かしたわけじゃないけど、すごいかえりちゃんがねたくさん悩んでたりしてたから、多分私が一番気持ちを分かってあげれると思ったので、いろいろね相談とか聞いたりしましたあにゃせよー、あにゃせよー。今日ピノのストロベリーチーズケーキ味食べ、なんかユナちゃんが好きそうだね。ひなちょっといちご味とか、いちご味苦手なんだよね。いちごそのものだったら好きなんだけど、人工いちご味がね得意じゃない。でも美味しそうだね。ティノにーごやいごまおよファイティンごまおね。ひなも先輩になってしまいました。いつの間にか気づいたら先輩でした。ドキドキドッキンチョリンパー、猫さんありがとう。でもね結構18期先輩風吹かせたがり多いんですけど、私なんか話しかけれなくて、挨拶とかしかあんまできない。でもかえりちゃんがねめっちゃ懐いてくれてっていうか、すごいね手振ってくれたり、小日向先輩って、小日向先輩って呼ばれてんの、ひな小日向さんとかじゃなくて小日向先輩っていう部活の後輩を思い出しましたそう、え、かすみ、いやなんか先輩風吹かしたがり結構いますよそれを見ててひなとあずがめっちゃ笑ってるんですよ。本当にもうその先輩風吹かせたがる同期が可愛すぎて、あずと一緒に笑ってます。お、かわいい、ありがとう。そう、小日向先輩って言われてかわいい。かえりちゃんいじりたくなる、かわいい主にかすみ、いやかすみよりもって感じ。かすみよりもちょっと言ったら怒られちゃうかもしれないからいや、アズはひなと一緒に笑ってますそう、小日向先輩って言われるから笑っちゃいそうになるけど、あんまり指摘はしてない。やっぱね、学生だし、きっと先輩っていう方が慣れてるのかなっていう何でもいいんだけどね。でも一回いとももちゃんに同い年だから小日向って呼んでいいよって、あのタメ口でいいよって言ったんだけど、やっぱ難しいよね。ひなも言われてもできないから苦手。18期面倒見いいかもしれない。結構ね、うん、お世話うまい、なんて言うんだっけそういうの人が多い。ひなとあずは自分から喋りかけれなくて後ろでふよふよしてます、笑ってふねこちゃんありがとう、夜さんありがとう面倒見がいい、そう面倒見がいい。とね、可愛いんですよ同期
私からしたらみんな年下、同期だけど年下で、年下の子たちがめっちゃなんか可愛がってんのが可愛い。あずもとも同じ気持ちで一緒に2人で見てます。18期の最年長組なんで早く一緒に公演出たいんですよ本当に。こんばんは、こんばんは。いつになるかな。でもかえりちゃんと一緒に出れないから、同じポジションだから一緒にね、春が来るまでやってみたい。そう、背伸びしてる姿が可愛い本当に可愛いね。いつか同じ公演にきっとね、すぐ19キットは出ると思うので、これからね仲良くなれたらいいなと思います。んお兄飲むやっぽソルグルマンバードヘンボッケーこまおー寝がお兄ぐな仕事めちゃくちゃ大変だったけど頑張ってよかった。お疲れ様、ゆうかちゃんお疲れ、お疲れだよ。そうお姉さんずお兄ずん自分たちの公演と雰囲気とか違いを感じた。やでもなんか結構違うなと思って、やっぱ曲の解釈とかも違うのかなって思ったし、18期は割と結構こうガツガツした感じが見られるというかみんな負けない、誰にも負けない、私は見てみたいな、一人一人そういうなんていうの、そういうのが前に出やすいタイプだと思うんですけど、中級期ちゃんはめちゃめちゃファンサーとかが上手かったり釣り師が多いのかなって思いました。でも直接見れてないから分かんないんだけど、配信を見てる時はそう思いました。可愛い可愛い曲がすごい似合うなって思った。かわいい、みんなね、でもね結構背が低め、ちっちゃい、かわいい、それがかわいい。夢見がさ、なんかいつもいつもめちゃめちゃなんかいつも高い、18期の中にいても高いけど19期ちゃんの中に混ざるとより高くて、このなんて、せーのの時の集合写真みたいなやつが上がってたんですけど、あまりにも背が高い、スタイルが良すぎてちょっと笑っちゃいました配信見てても夢見がめちゃめちゃでかくて可愛かった。そう、その日ね、夢見があのゲネ誘ってくれてて、個人 LINE でゲネのこうリンクを送ってくれてたんですけど、それがめっちゃ可愛くて、来て、もうそれは来てっていうことじゃないですか、私にだけ送ってるんですよ、だけか分かんないけどで、うわ可愛いと思って絶対行きたいと思ったんだけど、ちょっと同じ時間にね V トリが入ってたので行けなくて、そう18期一番高いの夢見だと思う。そうそうそう、確か。でも夢見絶対ね身長逆サバ読みしてる、もっと高い気がする。18期すごい高いんですよ、一番低い子でもう19期の中に入ったら多分一番でかいってユナが言ってた気がする。身長165か、それはでかいね。私も160欲しい、今59でギリギリ60 いけてなくて、面白いなって出てきたそう、すごい高いんですよ18期。こいら飲むやっぱね、あ困るやんそう、身長の高い、世界で一番身長の高いチーカワって感じめちゃめちゃ高いんだよ、多分平均とか比べたらもうすごいことになりそう。そうゆいのね
上がり具合、身長の伸び具合がやばすぎて、最初一番ちっちゃかったはず、ゆいが今よりちっちゃかった気がするんだけど、今ではもう抜かされちゃって、そうもうね育ち盛りですから、超伸びた、超伸びてる。いっぱい食べる君が好き。気に入った口。そうめちゃめちゃ食べる。ね、そうか、結構ね体に悪そうなものばっか食べてるのにね、身長の多分お家でいいものを食べてるんでしょう。私が見てるのはコンビニでマカロンを大量に買って食べてる姿をよく見ます。ついてきてこひちゃんって。そう昨日ね久しぶりになんか本田さんの卒業コンサートが恋しくなって、あのゆいちゃんのリポーター動画を見返したんですけど、なんか髪の毛出てきた、見返したんですけど、なんかめちゃめちゃおもろくて、普通にゆいといる時の自分ってあんな感じなんだって、やっぱ可愛がってるんだろうなって思いました。自分を客観的に見てるんですけどめちゃめちゃおもろかった。何あのコントみたいな、何のコントあれ、めっちゃ笑ってるし、ゆいと一緒にいたらあんな笑うんだね。めっちゃ笑ってた、びっくりした。おもろいのでぜひ皆さんもう一回見てきてください。見てない方いたら、あの子可愛かった本当。そうゆいおもろかったね。昨日 YouTube で韓国のイベント見たけど、韓国語めっちゃ上手、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。そう韓国のファンミの方の Vlog も上がってるので、ぜひ皆さん見てきてください。アズとユナと一緒におります。そうヒナがさ泣いてるところも、あのヒナの私の顔とかじゃないけど泣いてるっていう場面も撮られてて、ユイのツッコミがおもろくて、普通に泣いてるやんそれでさ、あのめっちゃこう映ってるようで映ってないようなところの場面なんですけど、あの集合写真、本田さんの卒コンの集合写真を撮るっていう場面があって、撮り終わった後にゆいがこうこの辺にいて、その背景でなんか本田さんに引き止められてる私が映ってて、もう何回もアップしてスローにしてみました。でなんかメインとして映ってるわけじゃないんです、隠れて映ってたので、ちょっと皆さんチェックしてください。そこもやっぱね、ここにいるメインのゆいちに目が行くと思うんですけど、その裏で私呼び止められてお話ししてるところが映ってるんで見てね。韓国ファミのやつ現地よりも飛び立つ前の空港狙いです。そうめっちゃ多かった。そうそれがさ、あの自由時間が1時間ぐらいしかなくて、急いで買い物とかしたりしてたのでちょっと撮る時間がなくて。ビビビビさん星ありがとうございますなんかあとファンミ自体もめちゃめちゃバタバタで、韓国語の MC だったので結構通しでリハをしたんですけど、最初から最後まで本当に時間なくて、もっとねたくさん撮れればよかったんですけど、空港が多くなっちまった。あの韓国 Vlog ちょっとだけアズをバカにしてる感じの声じゃなくそういつもねあんな感じでね、めっちゃツッコミみたいな、もうおもろい感じでこんなピュン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 会話が飛んでますハングゲソペンミーティングに増え、ごひな언니예쁘다고소문났어요。다들기다리고있어요。お、진짜로？고마워
ないよ。ビビブさん星ありがとうね。アズアウチって言ってたね。ね、空港のアズ MC うまかった、嬉しい。場所取るときに行ったとき来る買い物、それもできてなくて、そう、あれもね結構あの場所は全部離れててほぼ移動時間だったので、本当にね全然ヨーグルト屋さんの滞在時間とかも10分とかだった気がする。こひちゃんいたら安心してボケれる。もうどんどんボケてください。鋭く突っ込んでいくんで。髪まとめてるの可愛い、嬉しい。ちょっともう短くて出ちゃってるんだけど髪の毛が。そう、今日は大人っぽいこのここら辺が空いてる服装だったので上げてみようと思って、ここは綺麗に見えるように。こんばんは、大人っぽい、嬉しい、ありがとう。ツッコミやっぱね、おもしろくしたいけど鋭すぎても良くないのかなって思ったり、すごい考えてるけど、やっぱ瞬時に出てくると鋭くなっちまう。いつも可愛いけど今日は一段とか、嬉しい。かっこいいね。本当ですか、嬉しい、ありがとう。はじめまして、フランスに、フランス行ってみたい。今日のコーヒーめっちゃ、本当に何だろう、何が違うんだ。めっちゃ散歩してきたからむくみが取れてるのかな。おにぎり開け、おにぎり開けんのね、むずい、むずいよ。今も開けんの苦手。こひちゃんプライオリティとかに合いそう。めっちゃやってみたい。かっこいいよね。あれの岡田奈々さんめっちゃかっこいい。最強って絶対私じゃないやろ。ひなのとかにやってほしい。絶対かわいい。違うって、絶対違うでしょ。ひなはなんだろうね。アズの最強ツインテール、かわよさそう。絶対かわいい。かすみとかも似合いそう。다음에한국에올기회가생긴다면뭘가장하고싶어요？次に韓国に行く機会があったら何を一番したいですか？なんだろう。다음에는뭔가공연같은거하고싶어요。公演みたいなのをしたいです。ファンミーティングとは違って曲を披露とかしてみたい。あと、韓服イボゴシポよ、韓服を着たいです。ね、表面張力は絶対にやりたい。虫のバラードいいね。いいじゃないですか。いろんな曲をね、これから人生長いのでたくさん見てね、みんな。ひーちゃんの卒コンのハート型ウイルスの子可愛かった、嬉しい。あれね、嬉しい。恥ずかしき、めっちゃなんかあんまりピンクの衣装を着ること私少ないので。でもシアターの女神の時もピンクだったんですよ私。そういえばそうだった、そうだった、そうだった、そうだったよ。ビビ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 さん、タワーありがとう。
ありがとう。ありがとう、ビビビビさん。ありがとう。嬉しい。夜風の仕業ね。やりたい。ピンク担当ではないね、絶対。シェトナ女神の衣装似合ってた。本当？ピンク似合ね。本当、ひなが気づいてないだけ。めっちゃね、恥ずかしかった。お水タイム。そう、ピンク2回ぐらい来たね。めっちゃ恥ずかしかったけど、私の今のホーム画面はハート型ウイルス衣装の本田さんとのツーショットです。見せません。本当はね、見せたいんだけどさ、勝手にあげていいのか分かんないから、もうご卒業されちまったので、今日めっちゃちまったなるんだけど、されてしまったので。何ちまったって、どっから出てきた。シアターの女神もう一回やりたいな。シアターの女神やりたいな。そう、スマホの裏も本田さんいっぱい。メンバーの X にファンの人の投稿流れて、めっちゃある。おすすめに出てきます、ファンの人。彼女になりますかね。ひなさ、コンサートの時にさ、覚えたんだけど出れなくて、そう、出れなかった。コヒエ 2X ら AI 色か工房ハングル YouTube へバスをプノレチョアあげてもね。んちょん、きっぽそよ。お話し会の学ランかっこよすぎて惚れました。お、嬉しい、ありがとう。前から思ってたけど、小日向ちゃんトリプル S 顔、本当に？なん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 で、なん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 、てれてれてて、てれてれてて、みたいな。楓ちゃんかわいい。日本人の。2X 歌えるかも。あれだよね。あの、テヨンさん。テヨンさんの 2X だよね。武道館で恥ずかしながら出てきてるコヒちゃんもう一回見たいから早く映像、私映像上がってないもんね。見ないで。見ないで。あまあまのコヒちゃん会いに行きます。お、ぜひ来てください。そう、あまあまコーデマジで珍しいんで、本当にもうやらないかもしれない。結構恥ずかしい、結構恥ずかしいので、もうやらないかもしれない、もしかしたら。似合って顔、そう、ひなね、似合って顔めっちゃしちゃうんだよね。自撮りとかさ、なんかカメラの自分を見ながら笑うっていうのが苦手で、対応まあまあまあ、さあ、ハーフツインもそうします。しょうがないよ、しょうがないからしてあげる。何様、私何様。X に載せてね。どうかな、会いに来てくれないと載せないよ。一発でまたカラオケ来なったら K-POP だね。でも K-POP むずいね、カラオケで歌う。クールビューティー、本当。なん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 、たまにはおじさんのことあんまり。やっぱね、アメとムチ。ダンスをそうやってみたいんだけど、ちょっと髪の毛とかどうしたらいいか分かんなくて、器用じゃないので、どうしたらいいんだろうって。ちょっと 2X 歌ってって来たので、歌ってみる。 AI とひなの本当の歌をちょっと比較してみようよ。でもむずいかも。雨って何なんだろうね、ひなの雨ってなんだ、難しい。コヒー太郎、ちょっとやだな、ハム太郎やんそれ。
ハム太郎じゃん。そう、ユナがね、ヒナに似合いそうなの探してくれるって言ってた。サビだけ歌ってみます。ダン、どうなんだっけ。どうなんだっけ、始まんね、どうなんだっけ。サマーグッズセットの浴衣かわいくて、嬉しい。そう、今回はね、髪の毛がポニーテールかな、あれ、ここピヨンって出てて、かわいい虫の触覚みたいになってるんで、ぜひ虫の触覚とか言われたら買いたくなくなるよねそんなこと、かわいい虫なのでぜひお迎えしてあげてくださいでは行きます。どっから、タナナン、始まんね、雪がチェミオプソジニユ、ネガオプソジナエメイドルホジョネ、うんうん、チョミサゲウェトルサイエ、ノマノマンボイヌンゴルカ、ナンカダロッコヒンドナイラ、クロンピゴナセンガマナンデ、오늘나는문자속에새로사티셔츠그의기쁨야이제야난알것같아가나바큐브르코트엑스라빠빠빵라빠빠빵라빠빠빵だったような、こんな感じだったような。でもさ、やっぱミュージックないとさ、音程わかんない。こんな感じだったような。これ剥がすの忘れてた、ソーリー剥がします。今からもう遅いよって言わないでね、剥がれないし。K-POP は結構歌詞見たら歌えるかも食べてありがとう、乗れちょんで、うわー、ティナオニー、アイスタワーこまおよ、わー、ありがとう、そんないいのに、ただ歌っただけよあいゆーちゃんの歌、あいゆーさんの歌って何があったっけ。でもさ、なんかさ、声の大きさをさ抑えようとしたらさ、震える、めっちゃ。やっぱお風呂じゃなきゃ キリングボイスめっちゃ見てるんだよね。あのなんかめちゃめちゃ歌に特化した、なんていうの、あれのコンテンツ、韓国のコンテンツなんだけど、歌がめちゃめちゃなんか見んの面白くてめちゃめちゃ見ております。何がいいかな、あれ好きなんだよね、 IU さんの金曜日クイックひなもわかんないんだけど、何やったっけな、金曜日に会いましょうみたいな プージュの夢を見ている間なんかさ、アイズワンさんの歌を歌ってみたっていうか、やりたいんだけど高すぎてちょっとマジでむずい。アイズワンさんの歌は本当にカラオケでも歌えない、本当にあのレベルが違うちょっと金曜、組合入れまんないよ、金曜日に会いましょう。この歌結構好きなので皆さんに聞いてほしいんですけど自己満でめっちゃ歌います。もうそう、キー高すぎなの、本当に歌えないよマジで、歌いたいのに歌えない。ウォーリョン入れアンマパプジン
か。待って、サビからにしよう。なんだっけ。どっからサビだっけ。どっからサビだっけ。組を入れまんなよってそう、アイズワンさんの曲本当に高いんだよね。もう今日いるん組にゃしろ、もう忘れちゃった。組をうーいぼんちゅ組を入れたっけ。組を入れしが乗ってよ。ちょまりきなりぬる、わかんなくなる。夢を見ている間ね、結構さ、あの高校生の時になんかカラオケとかでビウェアを歌ってたんですよ。だから高すぎて本当に、なんでかな、あなたが近づくと。知ってる？ビウェア、アイズワンさんの日本語曲なんだけど、知ってる人いるかな。あれめっちゃ好きで、カラオケで絶対毎日歌ってたんですよ、あの曲。なんでかな、あなたが近づくと。何をしていたって気配を感じるの。そう、ハートのアンテナがピピピって、空気のその変化キャッチするみたい。自分でも気づかない、無意識な恋の予感、後でびっくりしないようにちゃんとアラート鳴らしてくれるよ。合ってるかな。後ろからゆっくりと接近中。合ってる。ピッピッピウェア、気をつけて隙を見せちゃ負け。ウォーを無視しよう、話しかけて見るまでは絶対振り向かない。ズリツは用心して興味なんてないふり。ウォー焦る、そう視線の中に入ってない出会い。ちゃんとちゃんと驚きましょう。だったっけ、ちょっと忘れちゃった。最近ずっと歌ってないや。あれめっちゃ好きでね、あのカラオケで MV が見ながら歌えたんですけど、 ビーウェアってそれを見て歌ってたけど、高すぎて。ちょっとアイズワンさんの歌は全て高いです本当に高くて歌えないです。うん、高い。そう、めっちゃ可愛いんだよねあれ。でもビーウェアの、 あのラップもめっちゃ好きで、ユナさんとチェヨンさんのコシちゃんの歌声好き、嬉しい。気に入ってるのは左顔みたいな。あー、だからこっち左の方から、たまらんや、いいな、目と目が合ったらみたいな感じだった気がするそんなような気がするよ。そう、高いの、本当にキーが高いんですけどね、いつか歌えるように。シュッていくパノラマ、パノラマとか長すぎて歌えない。高いですね本当に。私はなんだろう、声が低い曲の方が得意です、実は。実は低音の方が得意です
ひなは K-POP を聴き始めた時に流行ってた曲、どの時期に何が流行ってたかとか全然覚えてないんですけど、ちっちゃい時っていうか初期小さい頃に聴いてたのは、おばあちゃんの影響で K-POP 好きになったので、おばあちゃんがあのあれ Almost Paradise で、あっちんぼだとぬんぶしん、花より団子みたいなやつの歌Almost Paradise、 ここだけ覚えてる。ダダ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 。あとおばあちゃんはビッグバンさんが一番好きで、ライブとか行ってたので、その歌聞いたりしてたような、してないような。お母さんがカラスさん好きだったので、カラスさん一緒に見てましたねそんな感じ。アイランド2見てます。辛いけど見てますめちゃめちゃオーディション番組好きで結局見てます悩んだんですけど、見たらハマっちゃうから。歌う前から全て曲に聞こえる、嬉しい。そんなことないよ、そのね、いやぜひね、歌唱力楽しみにしていってください。結果がどうであれね、私の歌を聴いてもらえる機会が多くない、そんなに多くはないので、きっと見てね、みんな。でも実は今ちょっと匂わせしてます、何の歌を歌うか。ちょっぴり、いてててて、歌声好き、嬉しい、ありがとう。と上達できるように頑張ります。こんなこと話してたらもう11時19分、あっという間ですね、1時間。たくさんの人に歌届くといいなと思います。ツアーを楽しみに来てます。嬉しい、頑張ります。まだ始まってないんですけど、ツアーのいつに始まるかなプレッシャープレッシャー。ね、ストイックな美学、早くね、そこミラも復帰できるように。劇場次いつ出るかはまだ言えないんですけど、またね、こう情報が出たらぜひ劇場に会いに来てくださいほら、そこミラ乗せたり。そう、初日以来出てないから。これ沢さんのタバコ、もっとちゃんとか、僕を見ててよ、もっとちゃんとって。みんなと一緒にカラオケ行きたいな、なんか団体部屋みたいに撮ってカラオケ行こうよカラオケ行こうよ。この前の劇場公演すごくかっこよかったです、嬉しい。劇場公演憑依型でやらせてもらってるんで憑依型タイプでやらせてもらってますとか言ってみるね。カラオケ大会みたいなやりたい、ファンミとかで。
作曲もね、ニヒナしてみたいんだけど知識がないので作曲してみたいです、いつか。ピンポン玉入れてコシちゃんチェキ取りたい、お、ぜひ。絶対難しいけど、 MC と歌ってる時の雰囲気ね、めっちゃ言われる。歌ってる時はもうね、意識ない、ほぼ実を言うと頭の中に何もない。ね、カラオケハム絶対楽しいよね、いつかやりたいです、皆さんが望んでくださるなら。北海道で公演ね、したい、いろんなとこ行きたい。北海道だったら親も見に来て、見に来れるし、まだ一度も見てもらったことなくて直接。そう、お母さんたちもね、見たいって言ってくれて、配信は毎回なんか買って見てるって言ってたんですけど、直接まだ見てもらったことがないので、北海道行ったらね、見たいって言ってました。北海道ユニットめっちゃいいやん。札幌ドームね、いつかいろんなとこでやりたいですね。そしてまた韓国も行きたい、レモナーが全部なくなる前に行きたい。もうお菓子は全部食べちゃったんですごい全部食べちゃった。アズとかいうのはまだお菓子残ってるって言ってた。そう、年末の劇場、そう、18期だけなくて、そうだったの。なんかもともとちょっと出る予定だった、出る予定だったっていうか、なんか話はあったけどなくなっちゃったので、いつかまたやりたい、それを。新大久保とかに韓国感じに行くことないかも。前は韓国行く前は行ってたんですけど、韓国に行ったらやっぱ違うなってなっちゃってでも新大久保も新大久保で楽しいので、ね、ゆいちゃんとかと行きたいですね。はい、もうあと6分なので、ちょっと最後にじゃん握手会、オンラインお話し会受付中です。受付中、第2次申し込み、第2次販売が始まってます。今日から6月29と7月13日の4部が今おすすめしております。ぜひ初めましての方も、何回か来てるよって方もぜひ来てね、絶対楽しませます、任せて。サインの時は私なんか似顔絵とか頼まれたら描いてたり、絵を描いたりしてるので、ぜひサイン会来てください、来てね。はい、こんな感じです。かわいい、メロンパンみたいな目だね行きます、ありがとう、待ってます、ぜひ会いに来てください。次のシングルから部数が増えたので、たくさんお話できると思うので、ぜひ会いに来てね。でももちろん無理はせず、私に会いに来たいと思った分だけ会いに来てくださったら嬉しいです。めっちゃ段ボールの匂いすると思ったら、裏段ボールだった、段ボールの匂いする痩せた？でもダイエットはしてます、痩せたかは分かんない、来てねファイターズファンです。あのユニフォームを送ってもらったので、実家から、ぜひ。めっちゃテンション高いです、私のお話し会と握手会は。会場で一番うるさいんじゃないかってぐらい声うわーって喋ります。ぜひ来てね。すごいね、初めての方とかもね
1枚じゃ足りなかったとかもっと話したかったって言ってくださる方多くて、私自身はあんまりなんか意識してこう接してるわけじゃなくて、そのまま接しさせていただいてるんですけど、それを楽しんでもらえて、もっとたくさんの方と楽しい時間を一緒に過ごしたいので、ぜひ初めましての方も会いに来てください。待ってます。そう、めっちゃ笑うの、めっちゃ笑っちゃうんだね、楽しくて。もうここのねエクボが出しっぱなしだと思う、これ面白いんだもん、みんな笑わせようとしてくれる。じゃあランキング見ます。13位、日野さん、ありがとう。画像も見たよ、ありがとう12位、アミー、ありがとう、ありがとうね、いつも。11位、イタズ隊長、ありがとう、ありがとう。10位、タクトさん、ありがとうございます。9位、トモアトコヒタン、シーシーじゃないのよ9位か、ありがとう。8位、下ゆうさん、ありがとうございます。握手会もたくさんありがとう。7位、ドキドキドッキンチョリンパさん、ありがとう。おにぎりは綺麗に剥けるように練習しようね6位、ヨルさん、ありがとう。この間オンラインお話し会もありがとう。5位、アサディさん、コヒしか勝たん、ありがとう。こっちかな、こっちかな、ちょっとどっちもやっとく、ありがとう。4位、ウォーターメロンにん、こんばんは、4さん、ヨペイソジョソ、こんばんは。3位、玉龍さん、ありがとう。誕生日の公演おめでとうでした2位、ティナオンにヤギフェイソボジャサランゲーナノサランゲーヨコマオそして1位はビビベベさん、ありがとう。ハートの中に入ったよありがとうございます、ありがとう。コメントインターナショナル握手会そう、そうかな、顔見ただけでほら、それはねもう安心感から笑顔が出るんだよっていう感じの配信ありがとう、こちらこそありがとう、大好き、ユナも大好き、アディオス、アディオス、お疲れ、おやすみ。コーヒーちゃんの声めっちゃタイプ、嬉しい、ありがとう。アシプターなどはしよう、俺も笑わせたい、ぜひ笑わせてください、もうゲラなんですぐ笑うよ。足を大事に、ありがとう、大丈夫ですもんおやすみ、ありがとう、笑いそれはちょっと怖いよ。ぜひ皆さん楽しませるので会いに来てね。おすすめは一応こちらです。でも好きなお洋服の時があったらその日にお会いしましょう。あまあまあ、そう、本当にこれはマジでレアと言っても過言ではない、私の私服の中にあまあまの服はないので本当に借りるので借りた時だけ。ぜひ会いに来てください。1枚からでも初めましての方もぜひ絶対楽しませるぜじゃあもう甘やかし日にもするできるかな、やったことないけどとにかく甘々な日で、じゃあハーフツインもするんで、書いてなかった、ハーフツインもします、7月13はということで、ぜひショールームもたくさんこれからできたらなって思っております。ありがとうございました、ありがとう皆さん。あとモバメウィバースもぜひ、もっと私のことを知りたいと思ってくださる方がいたらぜひ来て
してみてください。ありがとうございました。バイバイ、アンニョン、おやすみ、 See you、 バイバイ